月です。今日はよろしくお願いします。僕がサッカーを始めたきっかけは、僕の三つ上の兄がいるんですけど、兄がサッカーをしてて、で僕はちっちゃい頃それについていってて、で自分もその年頃になったら気づいたらもうサッカーを始めてたっていう感じです。プロを目指した時期はいつ頃かというのは、まあ、最初にサッカーを始めたのが、始めた頃にそんなにそこまで真剣にサッカーしてなくて、めちゃくちゃ楽しいなぐらいでサッカーをしてたんですけど、一回ちょっと上の学年の試合に出させてもらうことになった時に、自分が何もできなくなって、プレーが全く全然ダメだと気づいた時に、急にスイッチが入って本当にプロになりたいなっていう風に思うようになってから、本当にサッカーに打ち込む遊びじゃなくて、本当に、まあ、楽しいのは楽しいけど、まあ、プロになりたいっていう風に思ってやり始めたのが小学校1年生ぐらいです。今までの成功や挫折の経験は、まあ、どっちもあって、まあ、成功を先に言うと、まあ、本当に、まあ、こうプロになることもできたし、まあ、今まで入ったチームで、まあ、全国優勝っていうのを、まあ、高校大学で経験できたりとか、やっぱそういうところで自分がやってきたサッカーが報われたりとか、仲間とこう協力してチームを勝たせるっていうところに、まあ、サッカーの醍醐味もあると思うし、そういうところで自分の成功を体験っていうのが感じられました。で、挫折は本当に自分のサッカー人生挫折ばかりで、まあ、こうプロ、さっき話したプロを目指すきっかけっていうところも正直挫折から始まったし、弱の頃にも何度も挫折したし、まあ、大学の頃なんて本当に4年生まで試合に出れないぐらいずっと挫折続きだったんで、まあ、この挫折っていうのが自分を大きくしてくれたかなという感じます。まあでも僕にとっては、まあ、悔しいっていう気持ちはあったけど、まあ、自分の中でしっかり整理して、まあ、何がダメで何がいいのかっていうのをしっかり整理した上で、まあ、本当に準備してきてた部分もあったので、まあ、それが結局4年生、大学の時には4年生になった時に、まあ、こう実ったりとか、まあ、本当に一つ一つの積み重ねだったり日々の努力っていうのが、その挫折をしていく中で大きくしてくれる、自分を大きくしてくれるものだと思います。めちゃくちゃ憧れましたね。で正直、まあ、本当にフジデラックススーパーカップの前座とかで J リーグ選抜と高校選抜やるじゃないですか。どっちにも絶対入れないっていう環境の中でサッカーやってきて、まあ、本当に羨ましいなっていう気持ちはめちゃくちゃあって、まあ、答えるのがやっぱ選手権とかはすごい注目されるし、僕がクラブユース優勝した時なんて本当に、まあ、三つ座で決勝やったんですけど、200人も入ってないぐらいの中で優勝して、まあ嬉しいは嬉しいんですけど、やっぱり注目度っていうところの差には本当に羨ましさを感じました。好きな高校、高校さん、難しいな。あんまりその好きな高校って言って高校サッカーを見てたことはない。まあでもやっぱりこうプリンスだったりプレミアで対戦する相手には中にも、まあ、友達知り合いがいたりとかっていうのもあるので、まあ、そこは応援はしてました。これからの抱負や目標っていうところで、まあ、本当に個人としてはまあ、これからどうなるかわからないですけど、東京オリンピックっていうところに本当に割って入っていきたいっていうところが大きな目標で、でやっぱ近い目標としては自分がこうチームを勝たせられる選手、必要とされる選手になり続けるために日々の練習からやっていくことっていうところが大事かなっていうふうに思っているので、そこに対してこう自分としっかり向き合って、まあ、こういう今こういう時期ですけど、まあ、それを逆にいい時期というふうに捉えて、どんどんチャレンジするところであったりとかっていうところに
まあ、時間を費やしていきたいなと思います。僕はその前日に YouTube とかでマソニエスタ選手のプレー集を見て、まあ、逆にどういうことをされるのかってちょっと頭に入れながらこう試合に臨んだんですけど、本当に動画を見ている世界がそのまま目の前で披露されている感じでまあやっぱりすごいな、一言で何がすごいっていうのも伝えられないぐらい、やっぱ本当に自分の前で映像を見せられているようなすごさが本当に肌で感じれたっていうところです。あれはもう逆に僕は本当にもう体に出てゴールキックにできたって思ってたんですけど、まさかそこで足が伸びてきてボールピタッて止められてそしたらもう逆に僕がライン割っちゃってたんでやっぱ次元が違うなって少しは思いました。それはまずいすごいな、その質問はジープのどこが好き？そうですね、まあ、僕の、まあ、車なんですけど、まあ、僕は SUV が好きなんで、車だったらっていうところで、まあ、あのこうフロントの部分をこうパッて見たときに一目惚れしました。あの顔つきがかっこいいっていう。いや、ラングラーに最初しようかなとも思ったんですけど、でもさすがにあれで横浜を走れないなってちょっと自分は思ってしまって、ちょっと大きすぎるな最初はちょっとまあちっちゃく行こうかなっていうことで。でもそんなに別にそんなちっちゃくは感じないんで、僕にとってはちょうどいいなって思うんですけど、人も別にたくさん乗れるし荷物も積めるし、一目惚れですね好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプはそうですね、僕は寛大な心を持っている人と、まあ、しっかりしている人っていうのが好きな女性のタイプですかね。やっぱりまあ、支えてくれる方であったりとか、まあ、本当に受け入れてくれる、まあ、僕のこういう感じを受け入れてくれる人が僕はタイプですね。芸能人だと結構多いんですけど、まあ、荒木優子さんとか好きですね。フリマルに一言、そうですね、まあ、すごい最近ツイッターとかでよく見るんですけど、まあ、いろんなところに訪問されてたりとか活動をすごいしてくれてて、本当素晴らしいなっていうふうに思ってます。で、僕ツイッターフォローしてるんですけど帰ってこないんだよねっていうのがちょっと一言言いたいなっていう思います。見てみます。まあ、現在こういう状況でなかなか、まあ、外に出れなかったり、こう週末のサッカーを見に来るっていうことができてない状況にあると思いますが、まあ、今は本当にいち早くこの状況を、まあ、本当にサッカー選手、サポーター全員でやっぱりこう収束していくことが一番だと思うので、まあ、それが収束できたら、まあ、本当に素晴らしい週末が訪れると思うので、僕たちもそこに向けて日々努力していくので、皆さんで協力して頑張っていきましょう。以上、瀬古田敦貴成長期でした。なんか理想の選手とかいる？で、僕結構大学の時はもう今みたいにこうゲーム落ち着かせるっていうよりは、結構監督がもうどんどん配球しろって言って、うん、通んなくてもいいから相手に嫌がるから全部前通せって言われてたんで、うん、デブルイネみたいとかして あんまり落ち着かせるっていうよりは全部勝負のパスみたいな感じでやってたんで、守備は隣にすごいやついたんで、うん、誰かを見るっていうよりはそいつの守備を見て学んだっていう感じ。ディフェンスは本当誰の守備も見たいですよ、プロの選手に、はい、とりあえずそいつの守備がすごかったんで、誰？東京行った阿部っていうんですよ。そいつの守備力もすごかったんで、大学1年生がすごかったんで、ずっとボランティアやってる？いや、僕高校1年生からです。あ、はい、それまで高校1年の冬ぐらいからです。それまではトップ下とか、サイドハーフとか手出し遅いんですけどあの突破するっていうよりは、うん、とりあえずなんか自由に動いて、うん、なんかコネクトしてみたいな感じがくれてます。プロになってみた時、親に何て言ったの？じゃ
や全然ですね、なんか正直なんか一番最初は大学その3年の2月ぐらいがちょうど入れ替わりで4年生になりますみたいな時に、またどうするのみたいな、まあ、3年間全然試合出てないし自分でもプロになれるとは思ってないから、ただ目指してないわけじゃないから最後まで頑張るけど、まあ、就活もちゃんとするし、本当最後の1年だと思ってサッカーできんだろうって言って頑張るわって言って言ってたら、そんな早いタイミングで僕に声をかけてくれたんだっていう、本当もうなんか運命の出会いみたいな感じです。本当に10月解禁前に増田さんからかかったんですか。そうですね、3月に初めて声をかけてもらって、でちゃんと頑張ったのは5月だったんですけど、もしプロにならなかったらどんな会社行くことですか。僕クレジットカード会社です。なんでいや本当になんかこうオリンピックあるなと思って、うん、で僕大学3年の時会計やってたんですよ、うんうんうん、でなんでそれが金融系の就活するのに強いっていうのを一個上の先輩に聞いてて、結局その人もプロになったんで行ってないですけど、本当にプロになれてなかったらララポートとかのデスクカメラでカードどうですかっていう誘拐しませんかっていうのをやってたっていう。なるほどね。今のは使っていい？あ、全然大丈夫。ちゃんとあ、撮ってたんだよ。今、フリーパックすごいことしちゃったから。いや、今いろいろしてる。